ギクは人間の多いところが苦手にございます。尽きぬ欲望で二本包み一体に陰の気が渦巻いているではございませんか。陰気変ずれば陽気ともなりましょう。近頃では化け物が出るとの噂もありますれば、長いは危のうございます。吉原に来てちょんのもはあるまい。入り浸っていた頃馴染みにしていた朝霧はどうしておるかの。かような悪所に旦那様が出入りするのは辛抱なりません。その女郎のこともお忘れにならねばお力添えできかねます。人並みに焼いておるのか金菊。いらぬ心配よ。今は遊んでおる場合ではない。桃姫の魂を取り返さねば。人気の太夫は眺めるばかりで恋仲になる望みは薄い。座敷で大盤振る舞いしたとて毎度袖にされるという流れ。一元さんでは相手にされず、できることも限られる。思いを遂げる手段が金か心中しかないというのは論外。無粋なやつじゃな。うぬなどお呼びでないということが分かるのようでは太夫もため息が出ようよ。悲しやな、恨めしやな、どうかお聞きくださんせ。一つはとも和乳道とも呼ばれる妖怪が女郎の魂を夜な夜な車輪に乗せて連れていくのでありんす。わっちも間もなく連れて行かれる定めじゃわいな。哀れなものよ朝霧。クルワから出ることなく命運尽きたか。お互い変わり果てた姿になったものよな。加害遊興とは生臭が過ぎるのではないか。らんかい。桃姫の魂はいずこ。返答遺憾で真っ二つじゃ心して答え。